グアテマラ軍、グアテマラ軍は、グアテマラの国軍である。グアテマラ陸軍、グアテマラ海軍、グアテマラ空軍を保有し、グアテマラシティに拠点を持つ。1954年の新米独裁政権の誕生以降1996年まで政権を事実上牛耳り、それに抵抗する、ゲリラ勢力とのグアテマラ内戦中に起こした拷問、虐殺などで20万人もの死者。 行方不明者を出したが、内戦終結後、2000年代になって、軍内部の虐殺指導者らは次々と逮捕されている。内戦時代より、グアテマラ軍を支援をしたのは、アメリカ合衆国や、イスラエルであり、他にも、台湾やスペインといった西側諸国も支援に参加していた。また、グアテマラ陸軍は、ジャングル戦に特化した特殊部隊、カイビレスを保有している。 この部隊は、退却する者は殺せという過激なスローガンで知られ、内戦時に発生したドスエレスの虐殺の当事者らが所属していたほか、近年では、麻薬戦争や今後民主共和国における国際連合平和維持軍の任務に参加している。およそ6,700人ほどが所属している。米国人インストラクターから訓練を受けるグアテマラ軍の兵士た多,多数アルマジロ APC 船舶、 だけでなく海兵隊も保有する。ありがとうございます。